特別だよ。いや、経営お返しした方がいい。いいよ、なんだ。じゃあ、すみません、いただいて。そうだ、この間、ずっとですね、もうこの問題終結してるし、回答済みだし、話すことはないと言って、はい、早々にそちらに戻られて、我々をずっと無視し続けちょっとどっか部屋があんた、置くよ。せっかく来たので、ね、続いてるので、同じ対応を繰り返さないでほしいです。この間、我々はそうやってやるとですね、どなたかに聞いてもらおうと思ってですね、我々も主張せざるを得ないので、あなた方ちゃんと対応の場所を作るべきです。どこか中のとこない？普通はありますよね。あ、どこはどこの？どこですか？こう予約とか、なんかちょっと部屋取って、うんうん。それこそ人権の観点からもうこうやって声を上げた市民に対して行政がどうするのかっていう対応をあなたが見られてるんですよ。うん、しっかりと話し合う場所を設けてください。ちょっとここじゃまずいな、やっぱりいくらなんでも、うん、まあお話を本当に聞く気が終わりなのかということですので、やっぱりお部屋を取っていただけたらと思いますけど、ちょっとじっくりお話ししなきゃいけないかなと思います。どうでしょう、課長さん。課長か、課長さんです。無理じゃん、ちゃんと権限あんじゃん。そうです。なのでどうでしょうかね。よくね、うん、私はその辺に前通された部屋があって、そこにもブースがありますけど。あ、そうですか。なんか症状がいっぱいあるとか、あとなんか。そうですね。なんで私たちの部屋があるので、少なくとも入れていただいてお話聞いていただけないですか。門前払いみたいな感じじゃないですか。ここまでなら誰でも入れるんですか。そうですね。って言いましたよね。門前払い何度もしてるんじゃないよ、松本さん。あと部屋空いてんの。うん、いや、ちょっと課長さん困ってるよ。なんか課長さん判断できなくなっちゃってるから、他の職員がほら部屋を用意したらどうですか。せめてここではなくて中のブースであったり、どこかしらでですね、しっかりと聞いて対応してください。あなたが立って数分、いつも、まあ、よくて3分4分、まあ、今日だいぶ長い方ですよね、話して戻られるんだと対応する気がないというふうに捉えられてしまいますよ。以前からお話しておりますように、飯山様との我々とのお話につきましては、昨年5月以降センターの方から、いやいやいや、そういう問題じゃなくて、私たち、ちょっといいですか、ちょっと彼が今お話ししてるのは何の問題かについてお話ししてもらっていいですか。センターから説明したっていうのは何の件ですか。昨年度の第2期の企画展の付帯事業につきまして、はい、センターの、それ要望書のことじゃないですよね。要望書の内容についてじゃないですよね。それ要望書の内容については私たちは宛先は人権部にしてます。センター関係ないです。言い訳になってないです。要望書の内容は企画展の付帯事業に関する要望だというふうに我々は認識しております。へりくつですよ。部屋はどうだ。実際に書かれている内容につきまして、付帯事業のこと以外にも人権部内で行われた歴史否定と差別についても、回答するように求めてます。それは付帯事業の内容ですか。それはもう昨年のセンターからご説明して、それセンターから説明されてないですよ。付帯事業の中止決定じゃないですから。歴史否定と差別に関するメールについて私センターから何も聞いてないですし、飯山との契約と何も関係ないですから。我々としましては一連の契約のかわいそうですよ、松本さん一人に対応させるの。これ人権部全体の問題なんじゃないですか。松本さんにも前回話したでしょ。例えば人権問題でハラスメントの話があるけど、それをお金払って契約終了になったからもう話さないんだっていう断行拒否はできないんだ、うん、僕今38階の労働委員会からここにさ来たんだけどさ、あなた方これ労使関係があってやってるなら不当労働行為みたいなことやってるんだ、うん、で不当労働行為って何かっていうと、憲法に定められた人権の侵害なんだよ。わかりますか。でもうちょっと厳密で言うならば、飯山さんとあなたも労組法上の労働者制っていうのが成立する余地のある関係なんですよ。わかりますよね。契約関係があって業務委託でやっている、それがどの程度組織に組み込まれているかとか裁量がどうかによって力関係をどう行使しているかによって変わるんです。そういった可能性もあって、あなたのその紋切り型の対応がストレートに人権侵害につながるかもしれないということは、あなた知識として当然持っておかないとおかしいよ。
ちゃんと誠実に答えなさい。松本さん一人に対応させないでください。権限のある人出てきてください。少なくとも飯山さんは労組法上労働者なんです。我々の組合員です。組合に対してもしっかりと誠実に対応することを求めます。その点に関しましては我々は飯山さんとは労使関係ございません。松本さんふざけるな。労組法上の話をしているときはそもそも労使関係がないことを前提に話してるんだ。ちょっと冗談じゃないよそんなこと。ちょっとそれじゃ派遣先が、うん、うちは雇ってない雇用関係にないから断固は受けないって言ってるのと一緒だ。あなたのその言い訳は、うん、組合役員としては聞き捨てならないよ。もうちょっと具体的っていうか細かく教えて。そういった余地もあるからしっかりと誠実に対応しろと言っているんです。私たちとて労組法上を労働者と使用者に類する関係性にあるとまでは言っていないが、あなた方もその可能性のある関係だということは分かってちゃんと対応してほしいということと、その時にあなた方が判断を間違えたら何が起こるかというと人権侵害なんだということを言ってるんだよ。わかりますか。二重にも三重にもあなた方はおかしいんだ。組合の立場から見てもそうおかしいし、あとは契約関係の話をしてるわけじゃなくて、あなた方の対応、検閲を行ったということ、人権侵害をしたということについてあなた方は逃げようとしてるからおかしいって言ってるんだよ。何言っても同じことが返ってくると思うんですけど、一応昨日整理してたら、あ、こんなに何て言うんですかね、